明治安田 J1 京都2の通じ大阪22日第31節サンガ S。京都サンガ FC は終盤に追いつかれてドローに終わったが FW ラファエルエリアス25の4戦連続弾で一度は逆転するなど見応えのある戦いを展開。チケット完売でサンガ S 史上最多となる2万人超えを記録した会場を大いに沸かせた。 今回加入のエリアスは、この日も絶好調だった。0対1の前半27分にこぼれ球を蹴り込んで同点とすると、後半15分にはカウンターから良い形でボールを受け、最後は相手 DF をかわして左足で決めた。2ゴールに25歳のブラジル人は、チームに貢献できたこと、2得点取れたことを本当に嬉しく思うし、 それ以上にチームがリーグで素晴らしい活躍ができるっていうことをチーム全体で見せることができたのが良かったと喜びを語った。14日の裏はレッズ戦で J デビューを果たしたエリアスは、これでリーグ8戦9発。勢い止まらず爆発を続けているが、口から出るのは謙虚なコメントばかり。もちろんゴールは嬉しいが、チーム状態がいいことが嬉しい。 ゴールは日々の仕事をしっかりやった上でついてくるもの。まずは J 1、J1 残留を最初に成し遂げなくちゃいけない。そこへ貢献できていることが嬉しいし、さらにチームに貢献できることがあるので、これからもチャレンジしたい。あくまでチームのことを優先して考え、動いていることを感じさせた。FW マルコトゥーリオ、26、フォワード原大サト25、 特務3トップは現在リーグ屈指とも言える破壊力を誇るが、その連携はさらに良いものになってくるとエリアスは確信する。非常に質の高いものを持っていると思う。だから相手としては非常に嫌だと思うし、一人マークすれば別の一人が相手、誰かがゴールを決められる。その精度が高まれば高まるほど、ゲームを決められるシーンをもっと作れると思うので、 さらに前進して、早い時間に試合を決められる関係にしていきたい。チームを大切にプレーするストライカーの存在がある限り、京都の快進撃は止まりそうもない。永田純